こんにちは、浅野美作です。竜人のパワーと共にお届けしています。私は密教の学び、魂を覚醒させ、潜在意識を書き換えることで、1万人以上の方に人生を大逆転させる、未来を変える、鑑定や講座、コンサルなどをさせていただいています。潜在意識は魂の力を手に入れることで、素晴らしい人生を手に入れる、 きっかけになれば幸いです今日はまあ、人生がどんどんうまくいく決断の仕方っていうことでお話していきたいと思っておりますまあ人はね毎日やる意味決断という選択をしているんですよそしてね簡単なことなら、まあ、朝 夜はまあ主婦だったらね、ご飯何しようかなとか思うじゃないですか。そういったことも一つの選択よね。お肉にしようかな、お魚にしようかなっていうことですよね。この決断がある意味ね、実を言うと、早ければ早いほど時間の無駄がないんですよ。そうすることによってスムーズにことが運ぶんですね。そうすると、この決断力っていうのは、毎日のこのちょっとしたちょっとしたことをつけていくことが、すごく大きな決断に対して、 決算力っていうのをつけることができるんですよ。なのでね、毎日の、まあ、えー、そうですよね、迷ってしまうっていうことをなくすためにですね、まあ、普通にこうね、ランチを決めるのは、私はね、これあの、昔もお話したことあるんだけど、これね、まあ、ランチをこうね、パッとメニュー見るでしょ。もう30秒なんですよ。これって決めちゃうの。なのでね、もう自分がね、食べたいなと思ったら、パッと決めるんですよ。でね、ーえっ、ー、と、まあ、 パン屋さん行って、パンをパーッと見ても、本当もう1分しないで、パッパッパッって決めるんですよ。このパッパッパっていうのがすごくね、いいのはなぜかって言ったら、私は時間っていうのはものすごいエネルギーだ,だと思うのね。そしてこの時間をどうやって有意義に使うかによって、すごく自分の人生がうまくいくっていうことも分かってるんですよ。そしてこれをね、たくさんのクライアントさんにお話してるのね。なので、このね、時間の 無駄をなくすためにどういったことかっていうのがそういったことなんですよ。まあ、決断するという方法でですね、こうランチをパッと30秒で決めるとか、晩イに行ったら1分で決めるとか、まあ、夜の夕食のメニューもですね、もうパッと決めちゃうんですよ。だからお肉とお魚をルーティーンにしているんだったら、まあ、昨日お魚だったら今日お肉の料理パッと決めちゃうんですねそしてですね。 まあ、スーパーに行くとするじゃないですか。じゃあ、スーパーに入ったら、ある意味、もう、自分の中で時間制限を決めて、パッパッパッと決めていくんですよ。迷わないっていうことをしてるのね。そしてね、このね、迷わないっていうことは、ある意味、急かしてるわけでもなんでもないんですよ。これ、癖になるとね、本当に、自分自身のね、このアンテナ、潜在能力が働いていくとね、必要な場所に必要なように行ける。 自分になるんですねなのでそういった今ももって自分のねこうねこうある意味力っていうものを迷わないっていうことでエネルギーを蓄えることによってねそういった能力もついてくるわけなんですねなので私は本当にこのね迷わないっていう癖をどん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 ,どん、うん、されるといいかなって思ったりしますだからねある意味ね、えっと、迷う人って皆さん言うの「えでも失敗したらどうするんですか?」って 失敗したらどうするのって言うんだけど、失敗は成長なんですよ。なので、やっぱりね、失敗する方、失敗するからね、どん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 成長していくし、どん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 良きことを吸収できるっていうことなんですよ。なので、失敗を恐れないっていうことですね。そしてね、あの時間っていうね、エネルギーを取られないためでも失敗するということです。なぜかって言ったらね、失敗するとね、 次のステップに進みやすいのね。あ、ここはこうしようとか、ね、これ味しくなかったから、じゃあもうこれはやめようってパッと思うじゃないですか。いつもいつもどうしようかな、迷って迷って、やっぱりこっちってずっと残していくよりも、あ、一回トライしようと思ってやったことに対しては、ものすごく前に進めるわけですね。だから、ご自身の中で、あの、本当決断するときにね、 やっぱりね、時間はエネルギーだよっていうことを、えー、思われて行動されていくといいと思います。そのエネルギーをね、迷いというもったいない時間に使うのであればね、精いっぱい自分のためにエネルギーを使うんですよ。そうすることによって、本当に人生ってなんかね、スムーズにトントントンっていきやすくなるの。で、その中で必ず失敗はあります。それは大丈夫です。 そしてね、そういったね、あの迷いのない失敗の人ってね、必ずって言っていいほどね、なんかね、こう、頑張ってるなっていうのが、本当に、こう、目に見えて、周りに伝わるわけ。そしてね、周りに伝わるとどうなるかって言ったら、本当にサポートっていうのが入ってくるの。これ言っとくけど、同情じゃないですよ。同情じゃない。かわいそうとかじゃなくね、本当にサポートがスーッと入ってくるんですよ。そうすることによってね、どういったことが起こってくるかって言ったら、自分のね、人生のステージっていうのが、 確実に上がっていくんですね。なのでね、このね、迷いをなくすっていうことをね、することが、ある意味人生の決断を早めることなんですよ。そして、迷いの決断をね、するときに、失敗を恐れるっていうことをなくすために、時間は本当にエネルギーだよーっていうことを忘れないっていうのがすごい大切かなと思ったりしています。私は本当ここをね、しっかり、あ、こう、 何ですかおなかの中に入れておくことですね迷いっていうものがある意味なくなるんですよ。なぜかと言ったらね本当にね年齢をね重ねるとねあのこのね時間の大切さってすごく分かるんですよ。私とかもね、まあ、いつも言ってるけど、まあ、60超えてるじゃないですか母と二回り違う母は84なのねそしたらあと24年間、うん経って母の状態になった時にあ時間のエネルギーって本当にもうねあんまりないんだなっていうのが分かるわけ。 じゃあ私はねまだその24年間まだあるよね。でもそのエネルギーをね、もったいない前より使うのって本当バカらしいなって思うのは思うのね。なのでね、皆さんもね、もっともっとお若い方がたくさん聞いてらっしゃると思うんだけれどもね、この時間のね、エネルギーっていうものはすごく。 すての豊かさに変わりますあなたがもしすごく豊かに暮らしたいのであればこのエネルギーをどうやって使うかっていうのにもつながっていくんですね。なので決断するときにね迷わない時間はエネルギーだよ。このエネルギーを使うことが素晴らしい豊かさを呼び込むんだよっていうこと。そしてね人生が どんどん良くなっていくっていうこと。そしてね、これがいつもお話している人生が上昇する、ね、次元上昇するための一つの秘訣なんですね。なので皆さんもね、ぜひぜひ今日はね、このお話を覚えておいてもらってね。 実行していただいたらいいかなと思ったりしています。そうそう、オンラインサロンにね、参加したいっていう方は、ぜひぜひね、あのー、コメント欄にね、また貼っときますのでね、ぜひ参加していただいたらいいかなと思ったりしています。あのー、やっぱりね、こういったライブを聞いた上でのね、オンラインサロン、オンラインサロンを参加されるとね、さらにさらに、 深く深く落とし込みができるので、あなたの人生をどんどん加速する。あなたの人生がね、事件上昇してね、素敵な世界に連れてってくれるっていうことになっていきます。では今日もお聞きくださり、ありがとうございました。こうしてご縁のあることがとっても嬉しいです。この竜神ライブが良かったなと思ったら、いいねを押していただいたら大変嬉しいです。コメントをいただくとさらにさらに嬉しいです。そして、 まだ登録されてない方は登録していただくと本当に嬉しいです。龍神様とのつながり、ぜひぜひつなげていっていただくから幸いです。今日もありがとうございました。では、さようなら。